あ、そうだ、セトリ、そうそうそう、僕のあれが忘れているという。じゃあ一発いきましょう。はい、耳元でささやく扉の向こうであなたは眠ってるぞ。恋をしようよバイバイ、ドラマを勝ち越して恋をしようよバイバイ、おどけて先生、あの、意と絵の区別が新潟がつかないんだけど、ほんといろいろあるよね、てかエロエロあるけどって言ってたことがあります。まあ、
ね、さっきもジュースがどうとかって言ってたけど、あんまりどうでもいいやって話です。本当にあの実際はそんなことはないと思います。というわけで人同士は全然ない。というわけで、はい、大丈夫です。ちょっと将来を見据えていこうかなと思ってます。新日本の方にちょっと行ってこうやって弾いてたりします。で、僕今57、1962年生まれなんだけど、だいたい今50過ぎだからもうちょっとあれかな、70年
よりちょっと前の人の、あの世代の人たちがですね、子育て終わってみんなこれかつてやってたよねみたいな感じで動きがあるというのが非常にあの心強いものがありまして、あの今やった夢というのもそうなんだけど、あの声、さっきやった声も恋をしようもそうだけど、あのこれからだってビジョンやっとってみたいなノリを皆さん持っておられるという、あの非常に頼もしいなんかものが、だから年を取ってもうダメなんだじゃなくて、年だ取ったからこそいいことがこれからあるんだという考えなんです。だというものもあるという、で、ですね、一人でこう車ってるとやっぱり運転してる間こう時間あるんですよ。で、何が好きかっていうと、その土地土地でこうやってる人たちのこう CD を買って、その、うん、そうそうそう、あの道中聴いているという、うんうんうん、で、って思うのもあるんだけど、えっていうのも、え、なんでこんなのが売れないのみたいなのもあったりしてですね、非常にあの面白い、あの東京にいただけでは味わえないものがあったりもします。また来年も行こうかなと思ってますが、というわけでそのおっ、おっ、行ったねみたいな曲を1曲やります。私は知ってます、あなたが頑張ってること、どんなに辛くてもその瞳に力が乗ってることを、だからこれ以上無理しないで、苦しまないで、少しでも話を聞かせてよね、全て投げ出したくなるその前に、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私は無力だし何も持ってなんていない、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私はあなたのそばにいることしかできない。私は知ってます、あなたがとても弱いってことに、この世で一番辛いのは自分だと思ってることを、だからこれ以上無理しないで、痛めつけないで、強さを知らない弱さなんて全てただの強がりだから、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私は無力だし何も持ってなんていない、あなたのために何かできるなんて考えないよ、私はあなたのそばにいることしかできない、包み込む優しさがあれば、抱きしめる手があれば、言ってる言葉があれば、私に何かできるなら、包み込む優しさがあれば、抱きしめる手があれば、言ってる言葉があれば、私に何かできたなら、おー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 、
優しさがあれば、抱きしめる腕があれば、勇気づける言葉があれば、私に何かできたなら。どう？私は知ってますという曲でした。じゃあ2曲でやりましょうかな。じゃあどうぞ。あ、せっかくやりたい。でもこだわらず。臆病なの。ちゃちゃ。臆病のものあなたと。嘘にまみれた私は交わることもない。だけど悲しいこともない。いつまでもこのまま素直なあなたはいつも私を嘘つきにする。交わす言葉もない。だけど悲しいこともない。いつまでもこのまま。じゃいや静かな
ない閉じた世界じゃ気づけやしない螺旋階段を登ってゆく子供の頭で大人になりすましてる陽気なパラノイア分析できなくなった哀れな地球じゃ横目で世の中見てる気楽なアルバイター部屋を狭くしていく我が強いマニアひしめき合い腰が増えてく突き打った歪み棚上げにして逃げても無駄なことだ負い目がお前を焦らせる螺旋階段登ってゆく子供の頭で次三弦とだぞ。そうそうそう、三弦は一番切れんだよね。俺の場合は。すみません、なんかいきなり。三弦切れました。切れた。あ、上げましょうか。あ。